おはようございます。チラッタ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。最近休みの日にちょっとお試しで睡眠薬を飲んでます。はい、寝るのだっていうやつがあるんですけどあれこれこの前話したかな。比較的睡眠薬飲んだ日、飲んだ日は寝れてます。はい、やっぱ休みの日をさ、眠いまま無限に過ごしたくないんですよね。で、あともう一つ言うと、ちょっとね、そろそろね、ちょっと実写企画ちょっとやりたいんで、その時のために、実写企画のこと考えて、快眠できるようにしておきたいんですよ。はい。その日にね、睡眠薬に飲めるように。ただ、ちょっと耐性ができるかもしんないけど、はい。で、まあね、そういうわけでね、睡眠薬、まあ、ちょこちょこ飲んでますけど、まあ比較的寝れてますね、休みの日に。うん。睡眠薬の効果なのか、はたまたね自分の心の問題なのかなお仕事場はぐっちゃぐちゃ。一つ議題がございます。先日ですね、スキャバトっていうゲームの、まあもう終わってるんですけど、スキャバトのゲームの画像が送られてきました。こちらです。すごいですね、これね、このゲームでもね、このダメージはなかなか出ないんですよ。1万はね、出ない。普通にやって、まあ、だいたい1500から、んで、ちょっと頑張ると4000とか、6000とか。まあ、出せるんですけど、6000はかなり難しいけどね。その中でこのダメージってなかなかないんですよ。まあ、スキャバトっていうね、ダメージインフレとね、まあ、ダメージ計算の、計算式の問題なんですけど、じゃあ、このゲームでもちょっと出してみようかなと。モンバトでも、キースドラゴンがめちゃくちゃダメージを出す企画をやりたいと思います。新しいね。こういうの。この手の企画すごい新しいよ。ダメージ計算ですね、要は。はい。キースドラゴンどこまで頑張れるかっていうダメージを出してみたいと思います。じゃあね、まあ、早速ね、企画とかもうすでに、もう昨日から考えてますね。行ってみよう！まず今回はですね、まあ、検証用とか実験用になりますんで、パーティーがね、かなり偏っております。まあね、まあこれはキースドラゴンを輝かせるためのパーティーですね。はい、頑張って、キスコー！で、相手のチームももちろん適性をつけております。で、今回はね、ストーンマンを起用したいと思います。本日の犠牲者ですね。何をしたいのかって言いますと、キースドラゴンにはやっぱ赤技の凍える武器。まあね、武闘家と組んで出ることができるアイスクラッシュも超絶強いんですけど、まあ、凍える吹雪ですよ。やっぱ、キースドラゴンね。氷ブレスで威力はね、最高打点レベルです。はい。それをですね、ストーンマンにぶつけたいと思います。まあ、なぜかというのは、まあね、ちょっと、まあ、解説しながらやっていこうと思います。はい。でね、ストーンマンを選ぶ理由としましては、立ちふさがるを持つモンスターっていうのは、スライムつむりとか、シールヒッポとかいるんですけど、ストーンマンの、耐性面は、属性攻撃すべてが弱点なんですよ。打撃とかには強めなんですけど、ストーンマンって。属性攻撃すべてに弱いんですよ。なので、ダメージを出すっていう面を考えるのであれば、適正なんですよ。ダメージを出すよって考えると、ストーンマンが立ち塞がって、吹雪を、一人で受けるのが一番ダメージ出るんじゃないかなと思います。はい。さあ、まあ、このあたりのね、話はちょっとね、まあ、流しつつ。で、今んとこ特にまずはね、まずは通常のキースドラゴンを見せていきたいと思います。まず通常のね、キースドラゴンが、凍える吹雪どんだけ出るのか。さあ、来ました、凍える吹雪。さあ、凍える吹雪を吐き出す。さあ、どんぐらい出るでしょうね、ストーマーに。1体でいきます、立ち下がってるんで。どんぐらいいく？あー、315! さあ、効果抜群ありますこれはストーマーがね、属性攻撃弱点だからっていうことですね。ね、普通の、ね、全くもって通常状態の凍える吹雪は315。強い！うん。まあ、弱点っていうのもあるけど、それでも強いです。で、ここで次にね、兜小僧を利用します。ためるです。ためるを利用します、ここでまず。まあね、兜小僧にマスターダブルスキャンで素早さをめちゃくちゃ上げてありますんで、ほぼ先制します。ゴールデンスライムで速い、さっきから。待って、兜小僧ゴールデンスライムで速くなってんだもん、だって。どんぐらい出るかな？あ、キスコいいよ。さあ、溜めるの後凍える吹雪でいきましょう。どんぐらい出すんだろうね。はい、凍える吹雪、せーの。あ、出る、411。出るねー。400いきました。まず400。まあ、400じゃちょっとなって感じですね。はい、とりあえずストーマさよなら。お疲れ様。まずここさよなら。はい。
かわいそう。この光景が続きます。はい、続きまして、キースドラゴンにマスターダブルスキャンを施しました。まあ、マスターダブルスキャンっていうのはもう皆さんご存知だとは思うんですけど、まあ、いろんなね、カードがね、いろんな効果を持っていて、そのね、種を使うことにより、まあ、いろんな能力が上昇したり、耐性が弱化したりとね、何も考えずにね、適当にスキャンすると偉い目を見るっていうのがマスターダブルスキャンなんですけど、使いこなした時のね、神髄はものすごいんですよ。いつも僕ね、動画でモンスターマスターの時は大体マスターダブルスキャンしてます。結構汎用性高めなんだけど。で、今回ね、ヒースドラゴンにマスターダブルスキャンしているカードは、飛剣ドラゴン斬り。まあ、これはでもちょっとわかんないと思うんで説明しますと、HP100、ブレス威力 30% アップっていうね、ブレス威力を上げることができるんです。おい、こらこらこれおいおい、小声吹きの前に終わるな兜こそ頑張りすぎなんだよな兜こそ頑張りすぎなんだよな兜こそが頑張る動画じゃないんだから頼むよはい、ブレス威力 30%? まあ、ブレスを上げる力とか、身の守りとか、そういうステータスだけではなく、ブレス威力とか呪文威力も上げれるんですよね。はい。というわけで、ブレス威力ね、30% 方が凍える吹雪。どれぐらい出るでしょうか?うわー、いいね。溜めるなしで409いった。溜めるなしで409が、あれ?あ。まだ溜めた後まだよ。おい、溜めた後がまだだよ。さあ、ここからね、壁とこそ溜めます。はい。さあ、ここでね、溜めた後の攻撃武器で行きましょう、ジョージタ。さあ、先ほどね、溜める状態で450だったかな?その中でさらにブレス威力もアップしたんで、これは、多分、現実的なラインはこの辺りだと思います。基本的に現実的なライン、まあ、普通に実戦でやれるレベルの現実的なラインはここですね。溜めるの後の、まあ、ブレス攻撃。これかなり強いんですよ。まあ、ここが現実ラインかな。あとはもうね、これ以上上げるのがかなり難しくなってくるんですけど、つい !532 か。めっちゃ出るな。532も出んのかよ。これ以上ダメージどうやって出すのって話なんですけど、マスターダブルスキャン、先ほど言った通り、何も考えずに使うと、自分を首を絞めます。どういうことかって言いますと、耐性が下がるんですよ。耐性下がったり、命中率下がるとか、回避率下がるとか、その他ステータスが下がるとか、そういうことが起こり得てしまうんですよ。何も考えずにマスターダブルスキャンをしてしまうと。つまり何が言いたいのかって言いますと、耐性を下げる。今、立ちふさがっているストーンマンを、耐性を下げることで、さらにダメージが期待できます。まあ、これはもう実戦では不可能ですね。まあ、このあたりから。ストーマンにマスターダブルスキャンしたね、ものはね、ゴールドマン、ノーマルゴールドマン、わかんないと思うんで、絶対わかんないと思うんで、まあ、言うときますと、呪文攻撃に違うって、やめ呪文攻撃すべての呪文攻撃に強くなるんですけど、すべての属性攻撃、呪文を含まない属性攻撃に 30% 良くなります。つまり、キースドラゴンのブレス力は 30% 上がってますけど、ストーンマンのブレス耐性は 30% 下がってるということでよろしいです。はい。その状況があったらどんぐらい出るかですね。はい。もうどんどん八百長になってくるんですけど、どんどん八百長になってくるんですけど、なんだったらもうこれで終わりますね。さあ、どんぐらい出るでしょうか、小声の吹き。見せてもらおうじゃないか、キースドラゴンよ。ドン、ドン、ドン、うわなんかもう540とか出始めたぞ。さあ、じゃあ、溜めてみましょう。さあ、かぶとことこれ、溜めます。まだ嫌な予感がす、嫌な予感しかしないぞ。だいたい溜めるの効果って 1.5 倍ぐらいなんですよ。まあ、さっきから、マスターダブルスキャンしてる時とか、溜めるの後にどんどん強くなっていくんですけど、多分これ600ぐらいいくよね。600ぐらいいくな、これは。行ってこい、キスコ。凍える吹雪、氷結の息吹、受けてみよう!どうだ?どんぐらいいく?709。見ました ?709 とか。ついに700いったか。通常モンスターで700いったらすごいよ、正直。もう一つだけ。
ダメージを出す策がございます。それは今まで使っていませんでしたけど、スペシャルカードを使うことです。ご存知の通り、スーパーハイテンションとかはあの全ての攻撃の威力を上げるわけじゃないですか。違います。スーパーハイテンションは使えません。何かって言いますと、まあお分かりだと思うんですけど、そのこのゲームに DLC、フォースというカードがございます。属性攻撃のね、ダメージが飛躍的に上昇する。まあ、重さも2倍だったかな?はい。はい。お分かりいただけたんでしょうか?これまでの状況下を全て合算して、スペシャルカード、フォースを使います。はい。なので、ただちょっとフォースを使った場合、行動が選べないんですよ。キースドラゴンが大車輪で回り始めたりすると、意味のわからないことになってしまったりするんで、それなんだよね。はい、スペシャルカードこちらですね。 DLC で得られるフォース、属性攻撃のダメージが飛躍的に上昇するというね、スペシャルカードです。さあ、これで凍える吹雪を選んで、かつテンションが溜まっている状態になりますね。そうすればかなりのダメージが期待できるんですけど、問題はね、それができるかどうか。てか、お前勝ち上げしたら終わるんだよな。おお、カブトクソ空気を読んだ、空気を読んだ、カブトクソ、キスコ、キスコ、お前マジで頑張れ、キスコ、お前かかったぞ、キスコお前にかかってる。このフォースの状態で溜めた後に、凍える吹雪を打てば、とんでもないダメージ出せるぞ、お前、キスコ。通常モンスターでものすごいダメージ出せるのはね、お前しかいねえぞ、キスコ。引っ張ってる、引っ張ってる。今ね、めっちゃ引っ張られてるから。もう一つテンションバーなんだけど、あれは難しすぎるからな。頼むぜ、キスコよ。キスコ!これお前、これお前、何を回るか、何回ってんねん。お、貯める。お、さあ、フォース使ったの貯めるよ。フォース使ったの貯めた。キスコ、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 待て、キスコ、キスコ分かってんね、キスコ分かってんね、さあ、キスコ分かってるね。また始まったよ、またなんかキスコガチャしてるよ俺。なんかキスコガチャってなっちゃってんじゃん。あれ、なんかこのパターンどっかで見たら大丈夫かな。分かってんね、さすがにキスコもういいよ。キスコ凍える向きで決めちゃいなよ。氷結ルルブキ、いけいけ、当てろ、すごいでございますね、これ、どこでの、せーの、うわうわうわやった、戦略、戦略いくか、戦略いった、成功した、成功した、やったよっしゃー、キスコすげー、通常モンスターで戦略出たらすごいぞお前、マジですごいよ。いや、うちょうだけど。